いやー、いい天気ですね。まあ、今日は春菜さんの生まれてきた街並みを見て、生まれ育った故郷を見て、幼稚園から大学まで行ってきましたけれども、花束を渡すのはこれが初めてです。今日この日にこれを渡したいなと思って、まあ、ちょっとこういった形でサプライズみたいな形にはなりましたけども、時間を作ってやりました。春菜さんと出会ってから本当に僕の人生は変わったなと思っていますし、これからも2人で幸せな人生を歩んでいきたいなと思っておりますので、これを受け取ってください。記者会見みたいな。めっちゃ囲まれてるもっと慌ててくださいよ。わかりました。一番どうしていいかわからない時間ですよね。今そわそわしてる。I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves. The slow pace. The salty breeze and the waves. そんな気が。みんなそうとして。Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze.In my lungs, and back to where I'm from. The salty breeze in my lungs. On and on and on and on. お疲れの言葉。本日私たちは触れすぎくださった皆様の前で。夫婦の誓いをいたします。お互いの家族や友人を大切にします。一つ、結婚記念日と誕生日は必ずお祝いします。一つ、俊太さんのくだらない冗談も無視しないで全力で突っ込みます。一つ、春菜さんがどれだけアクティブでも一緒に全力で楽しみます。これらの誓いを心に刻み、私たち夫婦は支え合って人生を歩んでいくことをここに誓います。2020年12月19日夫、俊太、妻、春菜。
今年ね、流行語大賞になったこの三密という言葉があるわけですけど、新婚の部分についてはですね、その三密というものをですね、大切にしながら、まあ、寄り添いながらですね、やっていただきたいなと、こういうふうに思います。まあ、それを継続するために必要なことはですね、覚悟、我慢、理解ということですね。ということで、この3つの言葉がですね、多分30年後にはですね、随分理解できるんじゃないかなと、こういうふうに、思います。皆さん、ご賞はお願いします。アパリ You can count on it every time. It won't always be easy. Just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. 俊太の初めのイメージはサッカーもうまく、スポーツ万能な、スーパーマンみたいな印象でした。なので私にとって俊太っていうのは、サッカーを始める原点になった人であり、まあ、最も大事な親友となっております。羽根は素直で可愛くて明るくて、すごくしっかり者で家庭的で、すごくたくましい女性です。必ずどんな時も俊太くんの支えになると思います。はるな、その笑顔で俊太くんや家族みんなを幸せにしてあげてください。今日が一番綺麗です。さすがに私の娘っていうぐらい綺麗ですよね。いつもならもうちょっと歌ったりとかしたいんですけど、今日はこの辺で。皆様ありがとうございます。自分がこの顔のこともあって、ちょっと可愛がられなかったところもあると思うんですけど、まあ、自分から見たらもうとってもかっこよくて素敵なお兄ちゃんです。本日おめでとうございます。全然ちゃう。かわいい。めっちゃかわいいや。かわいいな。いつもいつも。でもかわいいわ。ちょうどワンの時にスーパーマン言われてたから、ちょうどいい。合うやん。ああ、知らんかった。なあ。友達や。女性のわがままはしっかりと聞いて、受け答えてあげるべきだと思います。はい、これからも末永くお幸せにしてください。心配なぐらい多分チャキチャキやってしまうので、無理せんように、抜くとこ抜いてやってもらえたらいいなと思います。楽しく。ちなみにどっちが主導権握ると思いますか？いや、春菜ですね。俊太くん、春菜さん、今日はご結婚おめでとうございました。常に僕の言う意見の反対に行く娘、まあ息子も一緒なんですけど、まあ、僕の思う方にはいかなかったタイプですね。自慢できるとこですか？はい、全くないんじゃないですか。お父様、それファイナルアンサーで大丈夫ですか？はい、ファイナルアンサーで大丈夫です。まあ夫婦、35年やったっけ、35年間やってきたんですけど、はい、家内に言われてずっと続けてることが、一緒の、まあ、ベッド布団でずっと一生を過ごすっていうことを言われたんですけど、まあ、喧嘩してる時も、まあ、鬱陶しいなと思う時もあるんですけど、それを実行してもらえれば、まあ、35年続くかなと。そこの部分だけですね。お父さん、昔はよくお父さんに似ているねと言われてすごく嫌な顔をしてたけど、今はすごく誇らしく思います。父として、そして人として心から尊敬しています。お母さん、お母さんはいつも自由奔放でわがまま放題な私の一番の味方でいてくれたね。いつも綺麗で、仕事も家事もバレーボールもゴルフも何でも完璧にこなして、人との壁を作らない、
お母さんは私の憧れの人です。二人の娘に生まれて私は本当に幸せです。これからはしゅんたさんと一緒にお父さんとお母さんのような夫婦を目指します。結婚しても二人の娘であることに変わりはありません。私たちは両親のような仲良くて楽しい夫婦を目指して精進いたします。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。二人はですね、これから力を合わせてどこの家族にも負けないような楽しくて笑顔が絶えない仲のいい夫婦を目指していきます。ただまだまだ私たちは未熟者です。これからも皆様のお力を必要とすることがあるかと思いますので、その時は後ろのほどよろしくお願いいたします。